4時間目のことです。1年生2組の子供たちが体操をしていると、空に大きなクジラが現れました。真っ白い雲のクジラです。1、2、3、4、クジラも体操を始めました。伸びたり縮んだり深呼吸もしました。みんなが駆け足で、運動場を回ると、雲のクジラも空を回りました。先生が笛を吹いて止まれと合図をすると、クジラも止まりました。回れ右、先生が号列をかけると、クジラも空で回れ右をしました。あのクジラはきっと学校が好きなんだね。みんなは大きな声でおーいと呼びました。おーいとクジラも答えました。ここへおいでよ。みんなが誘うと、ここへおいでよとクジラも誘いました。よし、来た雲のクジラに飛び乗る。男の子も女の子も張り切りました。みんなは手をつないで丸い輪になると、天まで届け、1、2、3とジャンプしました。でも飛んだのやっと30センチぐらいです。もっと高く、もっと高くとクジラが応援しました。天まで届け、1、2、3。今度は50センチぐらい飛びました。もっと高く、もっと高くとクジラが応援しました。天まで届け、1、2、3。その時です。いきなり風がみんなを空で振り切りしました。そしてあっという間に先生と子供たちは手をつないだまんま雲のクジラに乗っていく。ました。さあ、よくぞ、クジラは青い青い空の中を元気いっぱい進んでいきました。海の方へ、村の方へ、町の方へ、みんなは歌を歌いました。空はどこまでも続きます。親もお昼だ。先生が
腕時計を見て驚くと、では帰ろうと、クジラは回れ右をしました。しばらく行くと、学校の屋根が見えていきました。クジラ群もはジャングルジムの上にみんなを降ろしました。さようなら、みんなが手を振った。時、4時間目の終わりのチャイムが鳴り出しました。さようなら、雲のクジラはまた元気いっぱいよく青い空の中へ帰っていきました。 Thank you.